ちょうど今から16年ほど前ですか、3月の31日に開催したんだけれども、その日は春だというのにすごくみぞれが降って、ですっごい寒くって、なんか私がすごく覚えてるのは、今日はお願いだからやめて、明日お天気になったらやり直そうよっていう、そんな気持ちでオープニングを迎えたような気がするんですね。で、親衛隊の人たち、ファンの人たちがたくさん後楽園球場に集まってくれて、みんな寒いだろうなって思いながら、なんかなんだろうな、こう寂しさと、それから、全て燃え尽きたっていう思いと、それと寒さとで震えていたような気がするんですけども、今でももしあの日がね、もっといいお天気で、3月の31日じゃなくって4月の1日の、春らしい暖かい日にできたらよかったなって、それは今でも思ってるんですけれども、そして、最後のコンサートが終わって、で京王プラザホテルで、全国の親衛隊の人たちと、最後のパーティーをして、そのパーティーが終わって、でスイートルームにミーと2人で泊まって、今日はもう最後だから、このルームサービスのメニューにあるもの全部頼んじゃおうっていうことで、全部頼ん でテーブルを長く連ねて、そこにいっぱい並べて、でその時にルームサービスを持ってきてくれたボーイさんが2人いて、でお部屋から出ていく時に、彼がすいません、サインをくださいって言われたんですね。でその時に、分かりましたって私は言ったんだけど、でミーのところに戻って、サインしてって言われちゃったんだけど、でもよく考えたら今日でもう終わっちゃったのよねっていうこと でごめんなさいって、今日で終わっちゃったからもうできないのって、サインしてあげられなかったんですけれども、今思えばね、最後の記念の日にね、サインをしてあげてたらよかったなって思うんですが、その時のボーイさんもし見ていたらごめんなさい、若かったんで融通が利かなかったんですけど、でその、食事をたくさん平らげて、でその後ミーと、じゃあシャワーを浴びて出てきたら今夜は語り明かそうっていう話になって、で先にミーがシャワーを浴びて、でその後私が浴びて出てきたら、もうミーはベッドの中でお休みだったんですね。でミーお話ししようって言ったじゃないとか言ったんだけど、全然起きなくって、じゃあしょうがない、ミーに長い手紙を書いて枕元に置いて、で私は寝たんですね。今日は目いっぱい弾けます。弾けますひろき、イエーイ、まっちゃん、あきら。1981年の春、ピンクレディは解散しました。あの時の二人の悲しみ、私たちファンの寂しさをまるで昨日のように思い出しました。あれから16年経った今日、全ての人たちが待ちに待った再開コンサートがいよいよ始まります。こちらもとにかく勢いだけは負けないように頑張ります。こちらはピンクレディの今夜限りの再開コンサートが行われる静岡県富士宮市民文化会館です。今日のコンサートを支える優秀な、そしてラッキーなスタッフの皆さんはピンクレディを見て育ち、
ピンクレディと共に大人になりました。ですから今日は思い出深いピンクレディに恩返しがしたい、彼女たちのために少しでも役に立ちたい、そんな気持ちが込められていますので、ピンクレディの大ファンだったという舞台監督をはじめスタッフ全員がものすごい熱気の中、コンサートの成功へ向けて一丸となって張り切っています。あ、これだ。どうだ。今日のコンサートは雑誌や新聞での告知もほとんどないまま、チケットは発売からわずか1時間半でソールドアウト。ファンの皆さんも富士宮でピンクレディと再会したいと全国から集まってきました。ちょうど今日と同じようにこの道を歩いてた。16年前、ピンク色の風が私たちの周りを駆け巡り、たくさんの思い出を残したまま静かに去って行きました。本当はいつまでも二人の歌を聴いていたかったのに、ミーとケイは別々の人生を歩き始めたのです。二人の歌声がもう一度聴きたい、そう願い続けた16年目の今、二人は顔を向き合い、声を合わせて私たちの前に戻ってきました。も裏切られ、嘘をつかれ、涙で何も見えなくて、騙されても騙されても構わない、たとえそれがあの人のせいでもいいさ、あの人のために泣くのさ。皆さんこんにちは。こんにちは。今の歌は私たちがね、高校生の時に3年間ヤマハのボーカルスクールに通っていた時に、よく歌っていた歌なんですけれども、実はこうしてね、いつもここ常葉高校の、教室とか、あとは踊り場が多かったんですけどね、授業が終わった合間の10分休憩の時に、お互い全然違うクラスだったんで、そこの一番真ん中のところでいつも待ち合わせをして、いつもねこうして歌のレッスンしてたんです ねもうデビューして20年経ったわけですけど、そう、ピンクレディは約5年間ですね、あの頃は本当に思いっきり忙しく仕事をさせてもらったね。そうね、でもなんか私、卒業して、ちょうど1974年5年6年でここに通っていて、静岡のね、常葉学校、そう、駅の近くの学校なんですけど、街中にあって ねすぐそこが、駿府城だったりして、お堀がね、近くにあって、すごくいい環境のところにあるんだけれども、で76年に卒業したわけなんですけれども、なんか私初めてなの、卒業してここ戻ってきたの。あ、本当。初めて、なんか変な気分ね。でもなんか新しくなったんじゃないか。なんかね、さっきなんか先生に伺ったら、サッシを変えたんだよって。サッシ変えただけ？なんかよくわかんない。でも綺麗になったんだね。なんかね、綺麗になった感じ。なんか昔見ああいうロッカーとかなかった。なかったし。ね、知ってる？自動販売機があるんだよ。ジュースとかの。本当。全然そういうものもなかったし、さっき生徒さんがいて、一本で縛ってる子がいて、あ、そのこといいの？ね、二つで縛らなくていいのって言ったら、なんか先生みたいな方がそばにいて、今の時代は大丈夫なんだよとかって言ってね、校則がすっごい厳しい学校だったんですよ。そうなの。ね、だいたいいつも抜き打ちテストがあって、テストって言ってもその校門のところで生徒指導の先生が立っててですね、
ね、抜き打ちで髪の毛の検査されたりね、うん、スカートの長さとか、ね、靴下を折ってるかとか、ね、制服を履いてるかとか、すっごい厳しい学校でね。でその中で私たちね、うん、歌の勉強してて、割と何だろう、まあみんな知ってたのね、お友達とか、うん、みんなね、他のクラスの子たちも私たちが歌の勉強してるの知ってて、でももう暇さえあればこうして二人で歌ってて、おしゃべりなんてほとんどしないのね。いっつも歌を歌ってて、そろそろ金太郎はい、音楽ください。はい、カメラ回してください。はい、回った。ピンクレディ復活に向けて準備が始まりました。撮影は通常ビデオテープで撮るのが主流ですが、今回はより質感を高めるために映画と同じフィルムを使います。ピンクレディにしかできないダンスミュージックを作ろうと、2人をはじめスタッフ全員が一つとなり、6ヶ月も前からプロジェクトはスタートしました。頭の上通ってドアップが来てちょっと引いてくる、引かないでもうそのままこれぐらいのアップで収まります、ね、収まる、はい、首にでなるべく近づいてほしい。そうです、ます、うん、ちょっと頭と頭くっつけてみて。久しぶりの撮影に二人の様子は真剣そのもの、緊張感が漂います。モニターを見つめる視線には今しかできない最高のピンクレディをファンに送るんだという二人の熱い思いが込められているようです。はい、カット。じゃあご本人に壁にくっついていただいて、うん、それの義でスタイルを、そうそう、Kがスタジオにやってきました。プロモーションビデオの撮影開始です。Kちゃん頑張って。みーちゃん早く早く。二人が揃ったところでスタンバイ OK。どんな風に仕上がるのかとっても楽しみですね。それでは撮影現場をちょっと覗いてみましょう。多分それもそこまで狙ったんだよね、きっとね。すごいね、ちょっと見たことかな、うん、かっこいい。プロモーションビデオの撮影は快調に進んでいるようです。仕事場にも慣れてきたせいか、二人の顔にはだんだんと懐かしい笑顔が戻ってきました。撮影ではイメージを少し変えるため付け毛をつけてみます。ですからメイクアップにはとても時間がかかってしまいました。終始にこやかな二人ですが、打ち合わせとなると一変して表情は厳しくなり、復活にかける意気込みがうかがえます。期待と不安が募るこの時、ピンクレディは新たな一歩を踏み出したばかりだったのです。一番最初にコンビ組んだばかりの頃っていうのは全然ハモんなくて息も合わなくて ね、すごい苦労したのよね。なんかお互いの声が全然違うでしょ。でミーの声はどちらかというと細くて高くて、ね、で私は太くて低くて、だからなんかなかなか音は合ってても、うん、気持ちいいハモリじゃなかったね、うん。でも私はね、なんかやっぱり 今もね、昔も思ってたんだけど、うん、そのハモった時って、うん、
なんか普通の人たちがハモったのと全然違って、なんかすごい黒っぽいハモりっていうの、このビビビビって行き交うワイブレーションがすごく熱いって感じですよね。だからなんか本当にこうなんか自分の声じゃなくミーの声でもなく、なんかで2人合わさった時に2人の声じゃなくて全然違う人の、人たちの声になるっていうのが私すごい好きで、なんかやっぱりこうハモった時って本当にこう電流が走るって感じ、だからその声質の違いがかえってすごく面白い、生み出してたのかもしれないね。そうだね。いろいろピアノ。再びコンサート会場です。メンバースタッフともピンクレディを支える良き理解者として今日まで頑張ってきました。ただいま本番を目前にしてやがおうにも緊張感は高まりつつあります。白い小さなテーブルと古い大きな椅子のあるお店に今日はあなたの友達と話したくて入りました。聞き慣れた曲がかかり縁のかけたコーヒーカップもまだあの時のままでした。ルールルわけもなくなんとなく合わなくなって気まずく冷めた昔の話。緑の風は恋を運ぶといつかあなたは教えてくれたけれども、眩しい木漏れ日のポプラの季節になりました。低かった、ね、でも会うと本当に学校だけじゃなくて学校から帰った後もね、一緒に練習したし、何かっていうともういつも歌歌ってたよね。だってねえって言ったらもう歌でしょ、あんまりおしゃべりとかしなかったもんね。ねえ、で静岡から浜松までレッスンに通ってる間1時間半鈍行に乗ってたじゃない。鈍行東海道線で乗ってね。あの1時間半もほんと歌いっぱなしでいい練習場所だったしね。普通練習しちゃいけないのよ公共の場で。ね、なんか一回すっごく怒られたこと覚えてる。そうだった、怒られたの、あ、それで、あの、なんて言うんだっけ、あの接続してある場所の、ね、そうそう、うるさいところでわざと、ガタガタしてるようなところで、でもね、なんかね、その1時間半電車に乗るときに、あの、いつもほらプリッツと、プリッツとそれからそのパンタグレープを必ず買って、すごい楽しみ。あとあのチョコレートクランチ、クランチとかいうチョコレート、マクビティ、あ、そう、マクビティも買って、必ずそのお菓子を買って電車に乗り込んで、だからね、いまだにね、あのその時のお菓子あるじゃない、それね、あのマーケットとかで見つけるとね、なんかね、ドキッとかしちゃうの。ね、面白いね、いろんなものに思い出があるんだろう ね。東海道線ってね、私、5年ほど前に乗ったのかな、一回なんか、その時はなんか2両とか3両とかなくて、それしかなかった、あんまり長くなくって、で昔はほらなんか2人ずつ腰掛けてこうやって向き合わせた、でもね、それ違うの、なんか1列にこう並んでこういう風に向き合わせるっていうの、そんな電車に変わってたから、ね、なんか変わってっちゃうのも寂しいね。寂しいね。でも変わるわよ、20年以上も経ってるんだ。そう ね。だって静岡駅があんなに綺麗になっちゃって、ね、だってずっと通ってた浜松駅だってすっごい綺麗なのよ。あ、そう、
でもなんかあの本当はもう高校2年の割にはもう進路決めなきゃいけないのに、私たちはもう絶対歌手になるって決めてたから、でヤマハからデビューできるっていうもう約束もね、オーディション全部受けてね、受かってて、でもなかなかデビューできなくって、で結局高校3年生の12月までね、もうみんな決まってるのに私たち2人だけ決まってなくて、で校長室にね、いつもね増田と根本を校長室にいらっしゃいって言われて放送で呼ばれて、ではい君たちどうするんだいって歌手になります、いや慣れないと困るからとりあえず進路を決めて、それで歌詞の方も勉強したらどうだいって校長先生に言われて、いやそんな二股かけたら神様罰当たりますからもう可愛かったね、ね、でも本当に本当になんかあのどんなことでも願ったら叶うって思ってたけど、うん、でもねもしかしたらね本当になんていうのかな、それ以上に、うんうん、私たちって幸せなんだね、ねえ、きっとね。じゃあさ、あのオーディションの時に歌った歌をもう一回歌う。いや、出てください。なんか気低くなっちゃう。最初は最初の歌。うん、ドド、ね、高くない？高いか。ドドドドかな？ドぐらい。どうもありがとう。部屋を出てください。とても愛しいあなたを残して出てください、今はいりません、あなたのおしゃべりはうなずくことしかできない、今です出てください。なんか見せた気がする。この日のためにテレホンカードを作りました。お世話になった方々へ感謝の気持ちを込め、一つ一つにメッセージを書き入れて渡しました。復活から今日のコンサートまで決して二人だけの力ではなく、たくさんの人たちに支えられてきたはずです。人との絆を大切にするミーらしい趣向ですね。よろしいでしょうか。あと1分。今回のコンサートは K にとっていつもと勝手が違います。増田恵子ではなくピンクレディーとしてステージに立つこと、それは K の普段の姿とは少し離れた激しく熱いダンスを見せるピンクレディーに戻るということなのです。この日のために K は毎日レッスンを続け、16年の勘を取り戻しました。幼稚園だったんですけど、まあベスト10とかいろいろあったので、それを見て幼稚園で踊ってたりとかっていうことですかね。例えばどんな曲？ペッパー、本当に初めの方です。ペッパー警部と UFO とかサウスポーとか、あの辺ぐらいまでかな。何かあり、思い出とかありませんか？覚えていること、一番覚えていることとか。私は、ね、ちっちゃかったんで、お姉ちゃんが踊ってたのを見てたようなもんなんで、まあ分かんないですけど。今日はあの久々に2人の姿が見られるんですけれども、何か一番期待していることとかそういうのはありませんか？いやー、あの頃に戻れるかなって、見て、なんかすごい当時に、タイムスリップできたらいいなって。自分が昔のままの変わってないピンクレディが見れたらいいなって思って。どうですか？踊りみたいですね。またですね、踊り覚えて帰ろうかな、カラオケ用に。でも本とか絵本とか出てたじゃないですか、はい、それを買っていろいろ UFO とか、やってましたけど。お待たせいたしました。5820日ぶりに伝説の2人が今夜限り帰ってきます。独占中継でお送りいたしますので、貴重な瞬間を存分にお楽しみください。
そう。ワンワンの中継が入ってますので見にくいところもあるかと思いますがお許しください。でもね、皆さんのお顔もきっと撮られちゃうと思いますんで記念になると思うから5月の放送見てくださいね。皆さん、ね、今日はね、最後のステージ、これが最後なの。今日この最後のステージの最後まで皆さん私たちと盛り上がってくれますよね。どうぞ大きな声で一緒に盛り上がりましょうね。ありがとう。じゃあ行くよ。これで決まりです。これしかないのです。
同じ振りなのにどこかが違う。そう、これが復活したピンクレディの姿なんだ。僕なんか自然と体が動いちゃっていつの間にか踊ってましたよ。もう一回見たいな。よし、それじゃもう一回。Thank you.
76年ペッパー警部でデビューしたピンクレディは、瞬く間に下は小さなお子さんから上はおじいちゃんおばあちゃんまでを虜にし、数々のヒット曲を送り出した。テレビラジオからも引っ張りだこの2人は、1ヶ月間でテレビ出演35回という他に類を見ない記録まで作り、6枚目のシングル UFO で日本レコード大賞受賞、名実ともに日本一のポップスシンガーへと成長していった。デビュー当時19歳だった2人は、若さを売りに可愛く派手な衣装を身にまとい、かっこよくて大胆な振り付けで人気を増し、世の中にピンクレディーセンセーションを巻き起こした。子供たちは競って振り付けを覚え、学校や公園至る所でピンクレディーごっこをしていた。大人にだってすごい人気だ。レコードが発売されればいつだってミリオンセラー、コンサートが開かれれば一度に7万人もの人を動員。おもちゃにもピンクレディ、鉛筆にもピンクレディ、 T シャツにも自転車にだってピンクレディ、まさに16年前のあの日、ピンクレディが時代を作っていたのです。ここからはミーとケイ、2人を別々の角度から見てみましょう。ソロになってダンスにもますます磨きがかかったミーが素敵な歌を届けてくれます。あなたと一緒にいられることがすごく嬉しかった。あの日あなたがそばにいることが当たり前になっていたあの頃だけど、今あなたという人に出会えた大きな意味を感じずにはいられません。ミーです。Oh, what
かさでは隠せないものよ。正直な人でいなさい。甘い匂い鼻をくすぐる。Nothing my shame 野生に戻り私時に、まあ誰からともなくというか誰かが解散しようって言った言葉っていうのは私は聞いてないんですけれども、1年ぐらい前からマスコミがもうピンクレディは解散じゃないかとか不仲説とか、もう本当に私たちって喧嘩したことがないぐらい仲良しの2人が不仲説とか出ちゃってすごい悲しい寂しい思いをしたんですけれども、なんとなくこう世間の流れ見方みたいなものが解散の方にどん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 にじり寄っていくのを感じる中で、で K の方があるプライベート的な決心をしてね、で K が幸せになれるためだったらもう何でも何も惜しいことはないと思って、で解散がやってきたわけですけど、うん、きっとその時には彼女は可愛い奥さんになってもう芸能界も やめちゃって幸せになっていくんだろうななんて思ってたんですけども、いや私の方はどうしようかな、解散発表してから実際解散するまで7ヶ月あったわけですけど、その中で一生懸命考えて、
でも一番最初は一人で歌手になりたいと思ってたわけだし、せっかく慣れた歌手だし入れた芸能界なわけだから、じゃあその初心の頃に戻って、出会う前の、ケイと出会う前の頃に戻って頑張っていこうって。懐かしいその声、thank you.
次は K の登場です。甘く優しい歌声は私たちの心を捉えて離さないでしょう。 K との再会をとても楽しみにしていました。悲しみも怒りも喜びも表現豊かな K が好き、正直すぎる K が好き。私の大好きな K でいてくれてありがとう K。Many girls have come to you with a laugh.
拍手がちっちゃい。もっと芸能人は拍手が命。今日はこの静岡の皆様のためにこんなドレスを着てみましたが、いかがでしょうか。どうもありがとう。自分のことは自分で誰もやってくれません。これが人生です。皆さんも自分のことは自分で。それではひととき、ニューヨークの夜を皆様にプレゼントいたします。 It's too late。Just can't take it, no.
you feel it too? Still I'm glad for what we had and how I once loved you. But it's too late, baby, now it's too late. All you needed is trying to make it. Something inside has died and I can't hide it. I just can't make it. No, 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 baby, it's too late. Now, no, no, it's too late. ありがとう。もう今日がコンサート最後の日なんですけれども、全国いろんなところに行きまして、私は必ずコンサートが終わるとカラオケに来ます。スタッフと一緒に、そのスタッフの中で歌手の私をさておいて4曲続けて歌うバカなやつがいます。しかもネクタイを頭に巻いて、でもその4曲のうち笑うの遅いよ。笑うとこでは笑うとね、泣くとこでは泣くと、人生メリハリつけないと、ただでさえだらーってきちゃうんだから。その4曲続けて歌う中で私が最も素敵だなって思った曲が雪国。なんで笑うの？すごい上手なんだこれが。本当にあのバックにこう容疑者が雪の中を突っ走っていくっていう、なんか寂しい曲なんだけれども、なんかこの雪国をですね、その人がなんと東北弁で歌うんですね。これがまた辛いんだ。歌えるわけないっしょ。好きよあなた、今でも今でもってか。会いたくて恋しくて泣きたくなる夜ってか。ちょっと皆さん、私はクールな女、乗せられないのよ。追いかけて追いかけて追いかけて雪国ってか。せっかく内緒で歌おうと思ったのに歌ってなんて言われちゃったらねえ。それでは心を込めてお送りしたいと思います。すずめ。雨降る夜更けに酔わないで。
私の一生が終わるように響くから時計の中に誰かがいるの旅立つしてくのあなた今なら汽車に私の似顔を捨てたいわ焼くのはあまりに辛いから夜の海に捨てたいわいつものように街中であんなによく聴いていた山口百恵のヒット曲でさえピンクレディの半分ほどの売り上げにとどまっています。 SOS 以来連続1位の記録を作り続け当然のことながらシングル総計の売り上げ枚数でも異例の速さでそれまでの記録を塗り替えました。熱狂的なファンはもちろんのこと広い範囲の人々に深く愛された結果なのでしょう。それでは前例のない売れ行きを見せたピンクレディのヒット曲をご紹介いたします。1976年8月にデビュー曲ペッパーケーブを発売。その後 SOS、 翌年にはカルメン77、渚のシンドバッドとミリオンヒットを飛ばし1977年9月に発売されたウォンテッドでヒットチャート連続13週1位というとてつもない記録を作った。そして1977年12月 UFO が発売された。まだまだ人気は上り続け翌年サウスポーを発売。マスコットが可愛かったモンスター、透明人間、
カメレオンアーミーとヒット曲を出し続け、愛らしい笑顔とキャラクターで子供たちのハートを掴んで離さないものとした。さらには1979年、ジパングが発売され、続くピンク台風ではラスベガス公演の曲も収録。波乗りパイレーツではアメリカでのレコーディングも体験し、1979年、キスインザダークでついにアメリカ進出を果たした。その後は大人のファンへのアプローチを強め、マンデーモナリザクラブ、Do Your Bestを発売。1980年、愛ギリギリ、世界英雄史をリリースし、9月には前の年アメリカで発売されたアルバム「ピンクレディー・イン・ USA」の中から日本語バージョンとしてシングルカットされた「歌方」が発売された。その年の年末「リメンバー」を発売。翌年には「ラスト・プリテンダー」を出し、1981年3月、ピンクレディーは最後のシングル「O」を発売した。
苦しいったらしないお母さん。ちょっとお水飲ませてね。苦しい。いやね、これメドレーでやるとすごい苦しいの。みんなが見てるだけだからいいけど、結構辛いのよ。踊ってくれた？ありがとう。歌ってないでしょ。歌ってくれた。みんな座って踊ると体に悪いよ。怪我しない程度に立って踊った方が。立っちゃいけないんだ。いけないんだ。いや、しゃあないね。なんて言われてもねえ。もう一回見せてくれんの？それじゃ今度はピンクレディと一緒に歌っちゃおう。
しピンクのサウスポー君君舞うよ君君舞うよ真っ黒は真っ黒は まあね、だけどあのピンクレディ時代の5年間本当に長かったよね。いやもう解散した時は定年だったもんね。そんな気分だったもんね。そんな感じ、ね、本当にね、たくさんの思い出があります。その中でも一番忘れられないのが昭和53年の12月31日私が盲腸で倒れた日。違うよね。そんなの忘れてるもんね。それ前の年よく知ってる。前の年なんだ。あ、そうなんだ。親衛隊の名残でしょ。違う。あ、そうよ。53年っていうのは次の年だから、うん、UFO でレコード大賞をいただいたんだ。ピンクレディがレコード大賞をいただいた年です。ありがとう。それでね、その日に他の皆さんは紅白歌合戦に出場するために NHK に向かいました。で、私たちはある約束があったために新宿コマ劇場の方に行ったのよね。その新宿コマ劇場では私たちをたくさんの子どもたちが待っていてくれて、会場に到着するとそのちっちゃな子どもたちからすっごく大きな拍手と声援が湧き起こってね、本当に感激したね。あの時嬉しかったね。その子供たちっていうのは実は、まあ、体が不自由な子供たちで目が見えないためにピンクレディを見たことのない子供たち、ピンクレディのことを耳でしか知らない子供たちだったんですね。そんな子供たちとその年の大晦日一緒に過ごしたい、そう願って実現したチャリティーコンサートだったんです。人は一人では幸せになれない、そのために私たちが一体何できるんだろう、一生懸命考えて決めた昭和53年の行く年来る年、私は20歳、私が21の時のことです。この世に驚きやときめきがなくなれば、季節はいつも冬を動かないよ。ありふれた毎日の繰り返しの中で小さな言葉があなたをきらめかす。
柔らかくてあったかいね。けいちゃん、私今日のこと絶対に忘れないよ。目には見えなくてもその瞳はキラキラ輝いてました。人と人とが手で触れ合い、体で触れ合い、心で触れ合うといった、とっても簡単で誰にでもできるようなことがこんなにも喜びを与えられる。私たちは改めて、人はお互いにパートナーとして助け合って生きてるんだと気づいたんです。私たちがそうであるように。今日の出会いを大切に、ここにいらっしゃる皆様の心のパートナーとして、いつまでも胸の中に留めておいていただければ、私たちは大変幸せです。本日はありがとうございました。ありがとうございました。おーおーおー、ときめきのおーおーおー、喜びのおーおー、恥じらいのおーおー、感激のおーおー、喜びのおーおー。しまう流行り歌とは違い、2人の歌声は今もなお私たちの胸の中に生き続けていたということがお分かりいただけたかと思います。そして今2人は次のステップを一緒に踏み出します。1997年のこの世限りのピンクレディの世界にご案内しましょう。アンコールまでの時間をいただいてご紹介する再会ピンクレディの新曲についてお話ししましょう。黒人の魂の歌、ソウルミュージックが白人の魂をも揺さぶった時、ブルーアイドソウルという音楽が生まれました。魂を意味する言葉ソウル、ピンクレディの心を揺さぶった、それがピンクアイドソウル。アイカット
全部大丈夫ですか？全部 OK です。正面部大丈夫ね。じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。新曲のプロモーションビデオの撮影が終了しました。過密スケジュールの中、合間を縫って行われた撮影だったにもかかわらず、疲れを一切顔に出さなかった2人。ほんの短い間の再会でしたが、プロとしてやれることは全てやりました。どうもお疲れ様でした。ピンクレディとして最後のステージに立つ2人を時間の許す限りご覧ください。アンコールの始まりです。それでは再会ピンクレディの新曲ピンクアイソー。
ここで私たちの仲間を紹介させてください。君たち帰りなさい。